い、続いて、はい、ベネムエアダスターさん。僕が小学生だった頃のお話です。スイミングスクールに通っていたのですが、その日は新しい海水パンツを買った日だったんです。いざつけてみるとサイズが少し大きく、でも大したことじゃないと思って、みんなで体操してからいざプールへ。25メートル全力で泳ぎプールから上がった時、スタート地点からコーチの大声が、おいおい、誰か知らないがパンツが浮かんでるぞそう言われて、みんなの目が向いたのは僕の下半身。そう、僕のパンツが知らない間に取れてしまい、玉筋があらわになっていたんです。プールには悲鳴と笑い声が響き渡り、それからしばらくは僕の呼び名はフルチン君になってしまいました玉筋が、また兄貴がなぜ可愛い声で呼んだのか、ちょっとショーカーっぽかったです。だからそれハワワって前を隠しましたよ、きっと今そしてみんなフルチン君って言われて、フルチン君って言われて、フェルチン君大丈夫。あ、じゃあ緑川さんはフィルチン君、今日かっこいいかなフィル、ヘイフィル、フィルチンロシアっぽいちゃったね、おかしいな人の名前つけるあ、でもね、水着は水吸うと少し大きくなるから気をつけなきゃいけないよね。男の人は確かに腰で履いてたりすると確かに脱げちゃうんじゃないか、水圧でバシャーンって入った時とかで。あー、なんか脱げそうだよね。だって女の子は肩かけてるけどさ、うんうん、男の子は腰パンでしょ。うん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 、ね、小学生の時でも女の子でもさ、でかいのかわされすぎちゃってさ、思いっきりブカブカになってることがいたい。や、それもさすがに脱げないでしょ。すっごい見えてるよって思った時ある。そんなんこう肩抜いてからシュポーンって言ってシュパーンってね、うん、脱ぎはしないね、うん、まああれだ、じゃあいいよ、俺今日はこっから先フルチンくんで急に、あ、じゃあ受け入れた、何でも。フルチンくんありますか。フルチンくんはそういう水着にまつわるなんかありました。何よりも感付けたのが、フルチンくんだからないよ水着は履かない名前だけじゃなくて実際にそうなんだ今もジーパンなんだまんまフルチンくんテンション高いね。俺に水着は必要ない。フルチンくんの玉筋が出てるっていうコーナーだったんですね。夏美ブラザーズ21です。フルチンさんどうしたんですか。ホロ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 、なんでここ変な生き物2人いる。久しぶりですね、ワフー。ワフーって言いたいのに言えなかったりしたもんね。フルー、いや、フルーじゃないちょっとちょっと緑、あ、フルチンくん、フルえ、今日フルって叫ぶんじゃないコーナーじゃないんで。いやいやいや、めちゃめちゃ渋いよ。早い早い早い、ちょっと待って、お題言ってからですよ、本当に久しぶりだからどんどん行きましょう。はい、お願いします。え、ペンネームブラザーさんからいただきました。ソーダ味の八つ橋。わしわどっち、和風ですが、まあシュワッとしますね。はい、はい、私食べたことがあります。どうでしたか。なかなかなシュワ感があったってことですね。おお、ぜひフルチンくん食べてくださいよ。フルッ行きます。ペンネーム夢見る黒猫さんからいただきました。カーメーハーメーハー、フルッちょっと何だほらもう音楽流れ出しちゃったじゃない。ちょっと絶対できなかった。確かにそれは和風ってあれじゃ、実写版ってことでしょ。今 CM で見れますね。もうありがとうって言いたいけどなんだか悔しいよ。いいのね。まあ、もうじゃあフルでフルでフルらしいですわ。あの人フルなのいや、どうなんだろうな。はい、はい、ペンネームゼロスメタリウムさんからいただきました。ザ・ワタミ。ワフー
死な感じになったけど。いやだって言われたらいかんと思ってはキーってなった今。いいね、今のいいね。必死感が伝わったでしょ。野生の生き物みたいな。もう玉筋どころじゃないんだよ。全部出ちゃってる。ここにいた。フルチン君ここにいた。ちょっと待って、フルチン君とか言うなよお前。違うんです。前回緑川、前前回結構前に緑川さんが、あの僕フルチン君でいいよって言って、あんた何言ってんの。血迷ったか。あだ名がずっとフルチン君だった時があったんです。やめてよかっこいい緑川光がフルチン君だなんて。いやでもずっと。楽しんでるやん。え、昔からこういう感じなんですか。あ、ヒカルちゃんはね、真面目に見えてもね、結構スケベだったよ。あれスケベかどうか聞いてませんけども。あ、じゃあフルチンコンビってことだったんだ。